どうも皆さんはこんばんちは、アニジャです。アサシンクリードです。続きをやっていきます。せーへい。なんだ、すごい。ねえ、なんか今、よからのこと言ってたよね、アレクシウス。みんな死んだみたいなこと言ってるよね。みんな倒れてるね。どういうこと？なんだ？ちょっと傭兵を片付けようね。チャージ。でですね、まあ今いるのがこのタソスなんですけども、なぜタソスに来たかというとね、まあもともとねコスモスの門徒の手がかりを探していろいろいろんなとこ行ってたんですけども、何から話せばいいかな。まあバルナバス、そうだね、バルナバスの甥っ子っていうのがいるんですけども、まあその甥っ子がですね、まあオリンピック目指すようなね戦う男なんですけども、もともとその快楽主義であんまりこう仕事しない系の人で、で、まあ、今回は病気になってたと。でバルナバスがまあいつものねサボり病だろこいつ、仮病名みたいなこと言ってたんですけども、どうやら話が違うみたいということで、まあコスモスのモントが絡んでるんじゃねえかというミッションに今入っております。で実際ね、まあ原因を探ってったらコスモスモントが裏にいて、どうやら優秀なね勇士たちを、教授者たちを拉致って、コスモスのモントのあのたくさん変なね特徴のある盾を構えてるやつがいたでしょ、あいつらに変えてるっぽいんですよね、特別な薬を使って。でその特別な薬をね、の足取りを追って今ここに来ております。このね、すごいんすよ、大理石のとこ。ちょっと待って、なんか大変なことになってない？これやばいことになってるよね。でも薬のね、あれなのか、すげえ凶暴になるんだよね。あ、いるね、コスモスのもっと普通にすげえ凶暴になって。兄さんは見つかったけど、遅すぎた。最初から採石場にいるって分かってたら。ここだ、ヨヘイ。チャージくれ！いいぞイカロス！ふぃやふぃやふぃや！まあでもね、彼らもね、その薬の副作用的なところで記憶が曖昧になってって、もう戦うことしか頭になくなっちゃうらしいんで。仲間は十分やってくれたが間に合わなかった。コスモスの兵士どもの仕業だ。私のかわいそうな小鳥たちを、なぜかね、大理石場で働いてた労働者たちを小鳥たちって呼んでます、この人。エレオスが危ないかもしれない。船の用意をする。行け。ここでお前にできることはない。弱気になるな。まだわからないだろう。私は医者だ。患者が死ぬときはわかる。これは約束していた薬だ。私はいつだって間違いを、はい、バルナバスの甥のネレウスを助けるための薬をもらいました。それが最大の希望だが、奇跡は期待するな。このまま置いてはいけない。私を殺して苦しみを終わらせてくれ。望みはそれだけだ。この人たちに何が起きた？まるで虐殺じゃないか。ああ、コスモスの兵士たちだ。大虐殺だった。奴らはお前に意思を示すために来たんだ。なるほど。お前が探ってると気づいてる。殺しはしない。他の方法があるはずだ。
お願いだ。もうここでゆっくり死んでいくだけだ。傭兵よ、頼む。苦しいんだ。他の方法があるはずだって言ったんだけど、他の方法ない感じだよね。あんたにはまだやれることがあったのにな。仮装です。しょうがないよな、こればっかりは。これがコスモスの兵士の仕業なら、急いでネレウスのところへ戻らなければ。時間がない。あの人がね、薬も作ってたんで、競争剤って話だったんですけど、競争剤のなんか副作用で、まあ、記憶が曖昧になりのっていう効果があった。まあ、要は麻薬みたいな感じだよね、多分。どりゃー、どりゃー、でやー、そいやー。まあ、あとはね、燃えるのを待つだけ。ゲイ、じゃネレウスのとこに戻んないとやべえな。コスモスに気づかれたってことは、コスモスがネレウスを殺す場合もあるわけだよね。というわけでワープで戻ります。ここだ。これでね、ちょっとそのコスモスの手がかりがまた一個手に入んないかなと思って、もう一つ一応ね、手がかりっぽいのはね、ミッションで見つけたんで、今回はそれをやっていきますよ。とりあえずネレウスのとこに解毒剤を持っていかないと、ネレウスが襲ってくるっていう悪夢のような事態になっちゃうからね。ここがネレウスの家です。やばい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 、大変なことが起きてる。完全に来てる。遅かった。あーじゃないよ、あーじゃ。大丈夫か。そんなことを許せるか。仮面の兵士にはうんざりだ。とっととリムノス島から出て行け。なぜ奴らこんなことを。なぜ家を焼いたんだ。わかるだろ、あのろくでなしどもはろくでもない砦から来た。ミックスが反乱を起こそうとしてると思い込んでな。こんなこと終わらせなければ、うん、終わらせよう。奴らはコスモスの兵士だ。中には将軍もいる。心配するな、長くとどまりはしないだろう。ああ、みんなで乗り込んで終わらせてやる。おお、一人でやる。あんたらは家にいろ。互いを守るんだ。古代の砦とコスモスの兵士は俺がやる。そうだな、クソ、その通りだ。奴らは本物の兵士で、こっちはしがない商人と漁師だ。頼りにしてるぞ、傭兵。奴らにはずっと苦しめられてる。城の人。はい、で、どうやらそのね、仕向けてきた奴が古代の砦にいるようだ。もう大変なことになってるじゃんね。古代の砦はこれだね、確か。どっから行くのが近いかな。この辺か？崖。やべえなぁ。一応近くのミッションが往復。これがそうか。タソス島でコスモスの衛兵による恐怖政治を終わらせるにはもう一星必要だった。アレクシオスは自分一人でやるか、な恨みに溜まっていたナソス人たちにやらせるか考えた。まあね、私がやはり手を下した方がいいんじゃねえかなと思います。めちゃくちゃ強いしな。行け、フォボス。どうどう。
の部屋。めっちゃいるんですよ、なんか。秘密の部屋。クエストかなこれ。旅の終わり、秘密へ。フェイディアスが殺された後、アレクシオスは見つけた手がかりを使って謎を解明することにした。あーは、同時にクリアできそうですな。潜入するぞ。コスモスの門と16に始末しなきゃいけない。戦利品がね、この奥なんですよね。それがよくわかんない。とりあえず全員倒さなきゃいけないんだもんな。砦を制圧するなら今だ。制圧するぞー。勇士たちという商人とかも来ちゃってるやつだよね、これ。おいちょいちょい、ふい、行っちゃってんだね、これ多分。一人で行くって言ったんですよね。ここはもうこれで全部かな。二人あっちにいるな。先にあっちを片付けよう。そうだ、そこにいろ。うるえ。せいえ。チャージ。この穴の中にもなんか先に行く道があるのかな、これ。
でもまあ特にこっちにいる感じじゃないよな。あれだ、残り一人だもん。やつを倒しに行こう。住人も一応来ましたみたいなね。いた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 。はいどうも。はいどうも。おい。火を消せ。ういかかってくるのはお前の方だ。ういうるぅ、なんか持ってねえのか手がかり。何も持ってない。じゃこりゃ。ペイディアスから入手したスキュタレーが役立つはずだ。そういえばあったな、スキュタレーって。各地の銅像法というか、なんかその石像を回って、その体の一部に暗号が刻まれてたってやつですね。スキュタレー、これか。スキュタレーの棒は違うね。これペイディアスが秘密の暗号を解読するのに使ったものだ。暗号は何か隠されたものに近づく方法を示しているように見える。マーク4つあるな。リムノス島の砦にある秘密の部屋を見つけろと書いてある。そこが目的地か。もしかするとここを押せば。ちょっと見ようね。白ライオン、黒ライオン、鳥。白ライオン、白ライオン、これか。で、黒ライオン、鳥。開いたぞー。これを隠すのは苦労した。おお、何が起きたんだ。アトラスの剣。すんげー剣手に入れたってこと。これ双剣だったかな。アーマー貫通プラス 30%、 ハンターダメージプラス 19%、 クリティカルダメージ 35%。 この剣を使うと確かに謎めいた力が込み上げてくる。アーマー貫通ついてるのは強いかもしんないね。いまいちその敵にアーマーがどんぐらいついてるのかっていうのが分かってないんだけど。まあ1個解明しましたね。あれ、もう1個のミッションこれだったんだけど、あれ特にそのあれだね。今度は砦から脱出しないといけない。将軍倒した時になんかすごいあれ出ねえかなって思ったんだけど、出なかったな。コスモスの門徒につながる手中には出てたのか。おお、やる。後ろから来た。
やってるじゃないの。うい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 。脱出したぜ。これでコスモスのね、モントからこの島を救ったことになると思うんだけど、村人の奴らに悩まされることはもうないだろう。ないだろうね。手がかりとか手に入ったかな。バルナバス、どうだった、みんな無事だったかい。行かせた仲間には会えたか。まだ戻ってないんだ。焦らないでいい。コスモスより先にミッコスとネレウス。おお、よかったよかった。ロクサーナ。ネレウス、ああ、神よ。いや、おじさん、話してやれ。休ませないと。家を焼かれる直前に到着したんだ。きっとミッコスとネレウスは死んだと思ってる。仲間を送ったのは正解だったな。仲間を送ったのは正しかったな。そうしなければ皆死んでいただろう。ネレウスに優しくしろってお前に言われなかったらやってない。愛の無知で暗がりに置き去りにするより手を貸すべきだと思ったんだよ。言ってよかった。よかったわ。これは飲むんだ。具合が良くなる。他の村人たちはどうした。無事だ。彼らを返し、それからコスモスの連中を砦から叩き出してやった。また驚かせてくれたな、アレクシオス。おいっ子だけじゃなく、リムノス島とタソス島の人間を全員コスモスから救ってくれた。さあ、ネレウス、話したいことがたくさんある。やっとか。ようやく二人きりだ。しばらくぶりだな、ロクサーナ。ロクサーナ仲間にしないとこれがないってことだよね。時間はあるか。現地にしてたか。村に来てからあまり顔を合わせなかったな。どうしたか。まあ普通にしてた。ヒヤを放ったり、衝撃に備えたり、船を漕いだ。たくさん漕いだ。この腕を見てみろ。綺麗だ。ロクサーナのための時間ならいくらでも作る。そうか、2、3分でいいぞ。短いな。2、3時間を期待してたんだ。なら、とにかくさっさと始めよう。ロマンス。すぐロマンスする我がアレクシオスである。オーケー、報復完了。いやー、なんかちょっとコスモスのモントの手がかりとか欲しかったんだけどな。壮大なクエストではあったけど、手がかりは結局見つからなかったな。ね、王のここの最後の一つが手がかり欲しいんだよ。もしくはこいつね。そう、ないのかな、手がかり。いやー、ないよ。どうしようかな。いやー、参っちゃうね。とりあえず指導者もね、倒さないとパークがもっと強いのつかないんでね。指導者暗殺しに行きますか。とんでもない話だよ。パークのためだけに指導者を片っ端から暗殺していくっていう。意外と遠いところに行ったぞ。ワープした。すげえ遠く行っちゃってんじゃん、あいつ。なんだよ、近くにいるから行こうと思ったのに。他にはなんかね、あるかな。あ、そういえばヒポクラテスのなんかミッションあったな。見てみるか。
どこかにキクロープスの黒曜石の目を持ったヤギがいる？何それ？目を光らせろとか今書いてあったけど。ヤギの中にそんななんか黒曜石めっちゃ持ってますみたいなヤギがいるってこと？うわぁ、それはちょっと気になるね。がっぽりもらえるわけだ。私の人生はもう終わった。ヒポクラテス、患者を怒らせてはダメなんじゃないか。無理と知りながら死なせろと頼んできたんだ。なるほど。傭兵をどうか助けてくれ、痛みがひどいんだ。私の前で殺してくれなどと頼むな。私は君の主治医だ。痛みを緩和し、症状を分析して治癒を目指す。それしかできんが。痛みは人間の一部だ。生を実感させるし、慎重にもなれる。人生であらゆる痛みを味わってきた。今心配しているのは自分自身の苦しみではない、家族の未来の保証についてだ。なるほど。保証だと？私の家はテーベでも有数の名家で、敵がたくさんいる。私が死んだら次は息子が一家の主になる。だがまだ子供だ。私の死が利用されないようにしなければ。そいつらを何とかして息子に戦う機会をやろう。ありがとう傭兵。彼らの財産を盗んでくれれば立場は弱まり脅威ではなくなる。息子のために時間が稼げるだろう。普段なら盗みは俺の仕事じゃないが、やってみるとしよう。それで彼がわずかでも安らぎを得られるなら、ジュケイが君を見守るよう祈ろう。危なかった、立ち上がったね今。もうそいつはやってやるぜ。頼まれたことは終わった。あんたの家族はしばらく安全だろう。私の名が死後もずっと生き続けるという希望を与えてくれたな。今は息子が私よりも長く幸せな人生を送ることだけを神々に祈るよ。恩に着る。別に大したことじゃない。さて、言いにくいのだがもう一度だけ手を借りたい。今度は何だ？大体想像はつく。この病は私の命を奪う。今日かもしれんし、ずっと先の未来かもしれん。時間の問題だ。ヒポクラテスが殺させるわけがない。だが君の話は聞くだろう。私にとって何が最善か説得してくれたら考えを変えるかもしれん。ただゆっくりと衰弱していくのは嫌だ。家族が健康な頃の私を覚えている間に穏やかに死にたい。彼と話してみよう。感謝する。これまでに受けたどんな親切よりも最後の数日に君が見せてくれた思いやりの方が温かい。少し休むよ。もし時間があるなら手伝ってほしいことがある。今は落ち着いてるようだな。君が手を貸したからな。だが息を引き取るまで真の安息は訪れない。それはいつだ？見極めづらいが、症状からするとさほど遠くなさそうだ。痛みの緩和はできるが、それには毒人参が必要だ。必要な材料を集めよう。ありがとう。完全に痛みを止めることはできないが、多少は和らぐはずだ。彼は治ることを望んでない。潔く死のうとしてる。気高く病と戦ってくれればもっと症状を分析できる。あんたがやってることは俺には想像もつかないが、彼のためにやってることは分かってる。時々力不足が嫌になる。最初は疫病、今度はこれだ。人を苦しめる病気は多種多様で、全て学ぶには多くの年月がかかる。なるほど。
なぜ毒人参なんだ。毒人参は危険だ。なぜ毒で治療を。量を誤ればな。私の所見が正しければ体の痛みを軽減させるはずだ。毒人参を取ってこよう。毒人参はボイオティアにあるプラタイヤ遺跡の北部、橋の近く。プラタイヤ遺跡、プラタイヤ、プラタイヤ。これか。北部、橋の近く、この辺か。はい、うーれ、いいや。お前は何も見なかった。狼だ。馬のスピードに煽ってこられまい。あれを探してたんだ。これだ、これ。手に入れた。筋たるは及ばざるが如し。えい、待って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 。さあ戻るぞ。かー、お前は何も見ていない。持ってきたぞ、ヒポクラです。毒人参を取ってきたぞ。ありがとう。君には簡単すぎたとはいえ、我が友の助けになる。溶剤は用意したが、薬草をすりつぶして調合するのはやってもらいたい。分かった、任せてくれ。加える量に気をつけろ。毒人参は優れた鎮痛剤だが、多すぎれば死に至る。やべえ、そういうことか。ここで選択しよう。ここは難しい決断を迫られるね。神々の加護、ペンテウス。さて、ペンテウス、症状の進行具合を調べねばな。ペンテウス？ペンテウス？なんだ、どういうことだ。まだ死ぬはずじゃなかった。何をしたんだ。正しいことを、あんたにはできなかったことをした。君の役目じゃない。時間があれば学べることがまだあったはずだ。学びのために生かすなんて間違ってる。彼は苦しんでたし、死にたがってた。私の仕事は彼の命を救うことだ。ガレオスにした選択は間違いだった。それは生かす理由にならない。理屈をこね回して真実を覆い隠そうとするのはやめろ。そうだ、私には彼の命を絶てないと分かっていた。だがもっと学べば将来的により多くの人を救えると考えたんだ。そういえば聞こえはいいな。病の研究より患者の治療が重要だが、私にはより大きな使命がある。全てを学ぶなら旅に出て、他の医者が治療する病を分析しなければ。元気でな、ヒポクラテス。またいつかどこかで会えると嬉しいよ。
びっくりした。復活したのかと思った。すまない傭兵よ。助けを待つ者がたくさんいる。こういうのは難しいよね。もうゲームの中だったらこういうチョイスできるけどね、実際にやったらやっぱ難しいよね。さて、結局スパルタの王の話はネタは出てこなかったね。これは非常に難しいよ。どうやったらスパルタの王のな情報を裏切り者だね。やつはどうにかしたいんだけど、告発の場でどうにかしたいんだけど、何が足んねえんだろうな。よし、128m 先に指導者をやりに行くぞ。わかんねえんだよな。なんだろうな、何かあるはずなんだよ。おお、ゾロゾロ連れ歩いてるぞ。ゾロゾロ、レベルが3とか4ついちゃうとね、装備と自分のレベルの差がもうほんとすぐ死んじゃうようになるから、レベル上げないといけないんだよね、防具も。ここは慎重に行動しよう。おお、最後ちょっと装備のレベル上げよう。何が利用だい？防具が今69なんだけど65だもんね。4レベルも差ついちゃってるもん。1500アーマー、100ぐらい防御力に差が出てくる。よしよしよし、何かあったらまた来てくれよ。こんだけ防御力高めれば大丈夫でしょう。私のね、
とっておきの怒りを。どうした見えてるのか。ういうい、バラけてる。なんだろうな、探さなきゃな。というわけで今回はここまでです。引き続きですね、奴の手がかりを探していきたいと思います。またな。